はい、皆さんこんにちは、ハルボーでございます。今日はね、BMW の 218i アクティブツアラーエクスクルーシブの、試乗編ということで今走っております。まあ、走ってる感じはもうほんと普通の、まあ、乗り心地というか走りだなっていうのはあるんですけど、まあ足もね十分柔らかいです。まあ、言ってもねアクティブツアラーなんで、まあ、家族向けというかね、まあ、家族で乗る車だと思うので、まあ、このくらいのね足の柔らかさっていうのは当然かなとは思ってるんですけど、まあでもしっかりねステアリングもね結構クイックに動くなっていうイメージがあって、結構ハンドリングいいですね。で、静粛性に関して言うと、まあ全然静かかなと思います。まあロードノイズくらいですかね、ちょっとエンジン振動音とかエンジンの音が若干聞こえてくるかなくらいで、特にはあとは全然静かかなと思います。で、この車 1.5 リッターの、まあ、3気筒直列3気筒のターボエンジンで、最高出力が156馬力かな、で最大トルクが230ニュートンだったと思うんですけど、まあ、パワーもまあ少ないですけど全然力強い走りもするし、ある程度吹き上がりもいいので、すごく乗っててストレスはないですね。全然キビキビ走ってくれるイメージはあります。はい、で結構視界も見やすくてですね、まあ、A ピラーの部分とか、まあ、この辺とかどっちもそうなんですけど、窓があるのである程度は結構視覚は少ないのかなとは思いますけど、全然ね、まあ、アクティブツアラーなんで後席もバックミラーも全然見えますし、ミラーもねある程度は大きさあるので全然いいかなと、運転しやすいかなと思います。で、車の大きさも4400弱の1825全幅とかなんで、まあ、それほどね大きくもなく取り扱いしやすいサイズだと思うし、まあ、実際乗ってても、すごく大きさに不安を感じることはまずないかなって感じですね。で、今コンフォートモードなんですけど、ちょっとスポーツにしてみましょうか。スポーツにすると結構ステアリングも硬くなって、まあ、足自体は多分変わらないんですけど、で吹き上がりも良くなって回転数も上がってっていう感じで、はい、まあ、若干のエンジン音も変わって、ちゃんとスポーツモードだなっていうのは実感できます。やっぱり踏んだら結構ね走ってくれるしいいですね。これだったら全然、高速道路も長距離も全然いけると思うし、なんせね、まあ、FFなんでね、後ろの席、まあ多分家族連れだったら、まあちっちゃい子とか乗せると思うんですけど、後席もねすごく広いので、でこのまあ足の柔らかさとかだったら全然もう余裕じゃないかなと思いますね。はい、でメーター周りもメーターも大きいし、ナビのとこもね結構でかいので、まあなかなかもう結構新しいものになったんで、操作する覚えるのに結構時間かかると思うんですけど、慣れたらすごくいいかなと思います。でメーターも、まあ、特に反射するってこともなく太陽の光に全然見やすいかなと思います。で結構ねこのエクスクルーシブっていうモデル、まあ、M スポーツではないんですけど、結構ステアリングがやっぱり太いです。結構太い、M スポーツと共通というか太さは同じなのかなってくらい、まあまあスポーツモデルじゃないですけど太いですね。まあ、M スポーツモデルのステアリングがどんくらい太いのかっていうのはあるんですけど、多分通常のこのなんていうんだろう、いわゆるちょっと豪華仕様っていうのかな、そういうモデルなんですけど、この辺はそうですね、まあ、まあまあ太みかなと思います。じゃあ次ちょっとエコモードで走りたいと思います。まあさすがにエコモードだったら、まあ、若干のその制御されてる感は、まあ、出ますけど、でもほとんどでもコンフォートと変わんないかな、そんな感じはしますけど、あんまりコンフォートモードと大差ないかなっていうエンジンフィーリングというか、そんな感じですね。
まあでもなんせね、やっぱすごい新しいですね、インテリアが。もうこのカーブドディスプレイがほんと新鮮すぎて、ちょっとね、借りた時に説明とかしてもらったんですけど、なかなか情報が多くて難しいですね。でも結構ね、このディスプレイが結構この屋根とかがないので、もう直接火が当たっちゃうんですよね。なんかそれのせいですごいね、画面が熱いですね。これなんかなんとかならんかなと思うんですけど、すごい画面熱いです。これちょっとね、なんか怖いですよね、故障とかが直射日光に当たってるとっていうところなんですけど、まあ、そこは大丈夫なのかな。そこが心配ですね。このね、デジタルアートっていうモードして今してるんですけど、ちょっとこれがいまいちよくわかんないというか、まあ、今乗ってる感じでは本当によくわかんないですね。どういうモードなのか、あんまり違いというのが感じられないんですけど、エクスクルーシブじゃないな、まあ、ちょっと読み方わかんないんですけど、エクスプルーシブかな。このモードもあんまりちょっと違いがわからないというか、ライト演出って書いてるんで、まあ運転のフィーリング自体は変わってないのかなって感じはしてるんですけど、まあちょっといまいちわかんないですね。まあ、あとね、こうやってね、画面上でモード選択になるんで、そこはちょっとやりにくいですね。普通にこのセンターコンソールのボタンで、まあ今まではあったじゃないですか、モード選択が。そこは既存のままにしてほしかったなっていうのはありますけどね。まあ、なんでもう全部ここで完結するんで、ほぼほぼなかなか、でも内装はシンプルですよね。かなり簡易的になったなって感じです。一応ね、ワインディングの方も動画撮ってあるので、そちらをご覧ください。はい、そしたらワインディング走っていきたいと思います。場所はいつも通りロユードライブウェイでございます。とりあえずじゃあコンフォートから走っていこうかな。まあこの車自体ね、2シリーズのアクティブツアーラーで、 M スポーツではなくて、まあ、エクスクルーシブっていう、ちょっとまあおしゃれというかスポーティーじゃないモデルなんで、まあワインディング走るのはどうかっていうところもあるんですけど、まあ、とりあえず個人的にちょっと走ってみたいので、はい、走っていきたいと思います。でも結構ね、すごいハンドリング良くて、2シリーズのアクティブツアラーって言っても結構ね、ハンドル切れるんで、この先右カーブです、結構クイックに曲がってくれるんで、そこはすごいなっていうところなんですよね。個人的には結構こういうカーブも、結構しっかり曲がってくれるっていうのが、まあ、こういう、なんだろう、ファミリー層向けの車ではあるんですけど、なんかそういうとこはしっかりしてるなっていうのがありますね。じゃあ次スポーツちょっとやってみましょうか。結構こういう坂道もスイスイと曲がってくれますね。いやー結構曲がってくれますよこれ、すごいすごい。まあ、スポーツモードだから多分、あ、でもちょっとステアリングは硬くなってますね。はい、ほんで、まあ、ちょっと回転数も上がってって感じで、多分足回りは変わってないと思うんですけど、結構ステアリングの方が硬くなりますね、だいぶ。なんで全然こういうワインディングロード、M スポーツじゃなくても全然楽しめるなっていうのがありますね。そこは結構意外なところ。でもちょうどいい硬さかなって個人的には思いますけど、あ、でもやっぱ楽しいっすね。いくら2シリーズのアクティブツアーだとはいえど、なんかそういうとこはしっかり残してるのかなっていう印象ですけど、全然車体も安定しますしね、カーブでも剛性が高いのかな、これは。まあ、剛性が高いということなんだと思うんですけど、しっかりね、カーブも姿勢が崩れることなく走れるのでいいです。あ、こういうところが結構すごいな、なんだかんだで結構
という感じで、まあ、結構やっぱステアリングが切れるんですよね、うん、そこがすごい意外だったなっていうところで、結構クイックなんですよハンドリング、ステアリング、なんかそこが楽しいなっていう部分で、まあそういうこういうね、まあファミリーカーではあるんですけど、まあドライバーもしっかり楽しめるっていうところがいいところだなと思ってるんですけど、でヘッドアップディスプレイもちょっと出っ張ってますけど、映像自体はすごい鮮明なので見やすいです、うん、なんかこれコストカットしてるらしいんですけど、うん、僕全然こっちでもいいなと思いますけどね。多分ね M スポーツになるともうちょっと多分足が硬くなると思うんですよね。なんで、まあ、すごい見た目はスポーティーになりますけど、まあ、スポーティーにもなるし多分エンジンもちょっとねチューンアップされると思うんですけど、まあ全然こっちでもパワーは十分ありますし、特にこだわりがないのであれば全然こっちでもいいんじゃないかなって思いますけどね。僕は多分こっちの方が絶対足回りは柔らかいと思うし、そのファミリーカーとして、まあ、みんなを乗せる車として、まあ、特にこだわりがないのであれば M スポーツじゃなくてもいいのかなとは思いますけど、本当走ってる分にはすごい快適ですね。まあこうなってくるとちょっと M スポーツの方がね気になったり、あとはまあこれがガソリンモデルなんで、まああとディーゼルモデルがあるのでね、どっちも気になるところなんですけど、まあ燃費とかそういうのでいくとね、ディーゼルの方がいいのかなとは思いますけどね。はい、まあシートもね結構うんホールド感もあって、まあまあスポーツシートなんでねしっかりと固定されて運転もしやすいですね。はい、という感じで、まあ試乗編ということで、ちょっと走ってみたんですけど、まあ価格的にも、まあ、めちゃくちゃね高いわけではないので、うん、そういう点に加味してもいい1台かなとは思いますけど、なんかねまあ普通の趣味の車ともう1台こういう、まあ、ファミリーカーっていうのはベストなのかなとは思うんですけど、まあ全然これ1台でもまあ、エクスクルーシブっていうモデルでもねグレードでもこれだけ運転が楽しいので、まあ、M スポーツにするとねもっと楽しいでしょうし、まあ、この車に関してもすごく運転すること自体も面白いし、まあ、乗り心地も柔らかいのでいいので、うん、まあ、何よりね後席がね FF なんで広いっていうのがねすごくいいとこですよね、うん、はい、まあという感じで今日はねこの辺で終わりたいと思います。まあ、気になった方はぜひ、まあ、ディーラーの方に一度ね、まあ、試乗のお問い合わせしてみるのもいいかと思います、はい、チャンネル登録と動画のグッドボタンの方ぜひよろしくお願いいたします。ではでは。